い、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。小家です。今日もよろしくお願いします。お願いします。とですね、今日はですね、またドライヤー、また新しいドライヤーをゲットしたんで、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、クレイツさんの揺れドラってやつをちょっとご紹介します。で、多分前にも結構これ出てて、あのサロン用でちょっと出てたんですけど、多分また一般用で出たのかなと。これ折り曲げれるっていうのが特徴みたいな、だから持ち運びできるんですね。で、まあ一番唯一の多分特徴がこの、まあ、揺れドラなんで、ここの中の口の部分がちょっと揺れるっていう。で、横と揺れてない。揺れました。縦に揺れる、縦に揺れるっていうのが特徴みたいな。あとはあのこのアタッチメントの部分変えずに、このまま引いたりとかすると揺れずに普通のドライヤーとしてでもなるっていうのが特徴です。で、まあ、なんか温風と冷風の切り替えも、ここのボタン H と C って書いてるんですけど、これを押せば温風と冷風切り替えれるんで、まあ、普通なんかここのなんていうんですか、ローとかハイとかクールとかあると思うんですけど、それじゃなくてこっちでワンタッチで変えれるっていうのが特徴で、なんかこうボルト数があると思うんですけど、これ海外対応なので、まあ100ボルトと230ボルトまでの海外、まあ、日本と海外のやつで対応できるんで、まあ、ここのボルト数であれば大丈夫っていうことみたいなんで、まあ、あの海外に持ち運びもできるっていうドライヤーになってますので、まあ、海外在住の方とか、まあ、ご旅行行かれる方とか、よかったらこのドライヤー結構早く乾くので、また小家さんで今日はもうだいぶ髪の毛溜まってますね、はい、量が多い感じになってるので、しっかりとこれで乾かしていきますので、ドライヤーを探している方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をスタート。じゃあまず横向きで乾かしていきます。今ものの1分ぐらいやったんですけど、だいぶもう根元が完全に乾いてる状態です。次は根元の部分を乾かしていきます。横から縦に変えます。反対側も分け直して、で、戻すとほんのりこう根元に立ち上がりが出てる状態になってます。じゃあ残りの部分も乾かしていきます。はい、こんな感じで乾きました。まあ、クレイツイオン入ってるので、多分結構ツヤ感が、ちょっとダメージもなんですけど、ツヤ感はしっかり出てる状態で、まあ、なぜ乾くのがちょっと早かったですね。はい、こんな感じで乾いた状態です。まあ、なんかクレイツイオンが入ってるので、結構ツヤ感とまとまり感がしっかりと出てる状態になってるかなと思います。で、まあ、横とこの横振りと、あと縦振りでちょっと乾かしてみたんですけど、まあ、横振りは基本的にもう髪の毛の中をバーッと乾かすような状態でやってると早く乾く。で、次逆に縦振りにした時に、やっぱ根元の立ち上がり、トップがペタンとしやすいかなと思うので、この縦振りにすることによって、こう上下の運動で根元を起こしてくれる効果があるかなと思って、それで乾かしたんですけど、ちょっとだけふんわりはしやすくなるので、まあ、これも一つの特徴かなと思います。風力も結構強いので、本当にこう髪の毛の量が多い方だったりとかは結構使いやすいかなと思います。
まあ、まとまり感は結構出やすいかなと思うので、まあ、ダメージ気にされてる方も、まあ、安心して使えるかなと思います。まあこんな感じですね、はい、こんな感じでまあ僕らのこう思った感想をちょっとやってみました。こんな感じでお送りしました。またリクエストだったりとかコメントもお待ちしております。それではまた皆さん、さよなら。